こちらがカツカレーチキンナゲットでございます。おお、まあ、パン粉ついてんじゃない。うん、パン粉。3、2、1、ハローハロー、ニコリオチャンネルのニックとリョウです。今回はイギリスでカツカレーポリスします。はい、スタート。はい、ということで、まあカツカレーポリスします、うん、は。はい、でカツカレーポリスは何かというと、うん、イギリスに住んでる日本人が作った言葉なんですけれども、うん、それなぜかというと、イギリスにはよく怪しいカツカレーとかなんか日本人から見るとこれはカツカレーではないものが、イギリスは勝手にカツカレーと呼んでます。そう、なぜかというと最近の多分去年からすごいポピュラー、もうすごい人気、うんうん、になってて、なんか例えばお店の名前がカツカレーステーションとか、うん、カツカレーユートピアとか、うん、なんかよくわかんないお店がすごいできてて、そうそうそう、でなおかつその、まあ、カツカレーチップスとかカツカレー味とか、ね、そういうふうにいっぱい出てきちゃってるから、うん、多分、まあ、言葉でも、うん、そうね、カツがなくてもそのカレーライスだけでも、うん、カツカレーと呼んでるんじゃない、うん、ユース人は。だからそのなんか言葉が結構好きになってしまって、で何でもなんかカツカレー、カツカレー、カツカレーにしてるんですね。なんかすごい謎なのはインドカレーがもともとあるのに、なんかカツカレーというものを作って、そう、なんかインドカレーをカツカレーとして売ったりとか、よくわかんないよくわかんない。から、まあ、今回もそうだけど、うん、そうね、あのカツカレーポリスがたくさんイギリスにはいますと。で、まあそのカツカレーポリスという言葉はよくそのツイッターとか見るんじゃない、あのよくトレンドになってるんだけど、そのイギリス在住の日本人よくそのもし怪しい、もしくはなんかその変なカツカレーを見かけたらもう下面してでツイートする人がたくさんいるんだけど、ね、そう結構よくいいねつけるんだけど、で実は、うん、この前12月30日からマクドナルド、イギリス限定でこのカツカレーナゲッツ、カツカレー味のナゲッツを出しました。そうそう、まさかの驚き、ね、超気になる。そうなんだけど、まあイギリス限定、イギリス限定、そうイギリスしか売ってない。そう多分これもやっぱポピュラーのワードになってるから、うん、多分出てきたんだと思うんだよね。なんか頭いいねマクドナルド。まあそうだでも分かんない、食べてないから、まあ美味しいか分かんないんだけど。そうね、そうちょっと楽しみ。そう、ね、で今回はこの、まあ、カツカレーナゲッツと、あとイギリスで一般に言われているじゃあカツカレーというものはどういうものなのかっていうものを、まあ、うん、2人で食べながら検証していく動画になります。さっき言ったように一般的なカツカレー、うん、そう、あとなんかサイドになんかカツカレーフライズみたいなのがあったので、そうね、それを2つ頼みました。1個ずつね、うん、怖い。え、あ、フライズです、ね、チップスじゃん。ちょっとあの、うん、普通のチップスですね。ネギが入ってる、ネギが入ってる、なぜかネギで。あ、ちょっとね、ウーバーイーツさん、ウーバーイーツさん、ウーバーイーツさんがちょっとあの良くないドライブっていうか運転したせいでちょっと固まってるんですけど、一応カツカレー、うん、まあルーが、ちょっと待ってこれ危ないな、うん、危ない、まあルーが入ってます。はい、あんまかけたくないんだけど、でも仕方ない、刑事、ね、刑事さん、ただのカレーって感じだけど、うこんな感じ、これもかけます。最後にちょっとショック、ねね、いよいよ実食です。実食、じゃあこのカツとご飯、うん、一瞬なんかサラダも入ってる、うん、ヘルシーどう、味、うん、次こちらのアイスはチップス、ご飯、でもね普通に美味しい。カレー美味しい。お茶、普通の日本のカレーなんでしない？うん。さあ、互いの回答で揃いました。ということで判定を、はい、これからします。はい、じゃあ、え、ちょっと待って。何これ？差し歯だと。あ、それだとね。じゃあまずカツカレー。イギリスの一般的に言われてるカツカレーは、うん、カツ、日本のカツカレー寄りなのか、それとも、まあ、インディアンカレー寄りなのか。あー、オッケー。じゃあ右が右があり、じゃあ左がなし。そう、
せーの、OK、ってことで今2ポイント入ったので、普通にでも美味しいと思う。なんかね、ココイチのカレーみたいな感じ、うん、感覚に似た。なんか別にルーに具はないんだけど、普通にまあカツカレー、まあルーの味は普通のなんか日本の、うん、ただカツはねちょっとなんかよくその日本のコンビニとか行ったらさ、なんかそう、こんな感じで売ってるから、うん、でもこれあの10ポンド95 10ポンド95ペンス、はい、はい、なんですけど、つまり日本円で言ったら1400円、高いね、高いよ、高いね、はい、じゃあ次、あ、まだちょっと確かめてみよう、ちょっとね、じゃあこちらのカツカレーフライズは、はい、カツカレーとは呼べますか、まあ、呼べないよねこれはなんかまあ美味しいか美味しくないか、うん、飲んでいこう、じゃあ、はい、じゃあ美味しい方は右、はい、美味しくなかったら左、はい、じゃあせーの、お、はい、どうぞ、どうして、どうして、あ、美味しいと思ったのは別に普通に食べれるから、まあ、芋じゃん、要は、うん、なんかカレーにさ芋って入ってんじゃん、うん、だからそんな感覚、うん、かなみたいな、まあ、別にわざわざ買いたいとは思わないけど、別に美味しい、まあね、まあね、まあ私イギリス人だからさ、よくそのチップス、うん、よくちっちゃい時は食べてたからさ、やっぱこのチップスが良くない、カレーとかじゃなくてもうチップスが良くないということでちょっとがっかりしたなっていう、そう、もっとこのチップスをあげればよかったと思う、なんかちょっと柔らかい、あ、柔らかい、そう、柔らかいからあんまり美味しくない、あ、そうなんですね、そう、だからちょっとさ、ね、もし普通の揚げ方、そう、もし普通のチップスだったら多分美味しかったと思う、ということで、まあ第1ラウンド、はい、第1ラウンドカツカレーとカツカレーフライズ、はい、でした、はい、はい、次まして第2ラウンド、じゃじゃん、じゃじゃん、噂の噂のマクドナルド、あー楽しい、カツカレー、カツカレー味のナゲッツ、なんか普通のナゲッツとカツカレーナゲッツを出しました、その比較するために、そうそうそう、専用、これが専用の、多分日本にないよね、絶対、うん、スイートカレー、こちらがあの定番のチキンナゲッツでございます、はい、なんか元よりなんか日本っぽくないね、このパッケージはい、チキンカツナゲッツです、おお、これパン粉ついてんじゃない、うん、パン粉みたいな、うん、なのでね、こんな感じね、こんな感じで、そう、イギリスも、まあ、普通のナゲッツ、ね、日本でも食べれる、そうそうそう、紹介しなくても、はい、そう、比較こんな感じ、普通ね、衣が超ついてる、うん、カレー、スイートカレーソース、でも味、なんか匂いが違う、あ、なんか全然違う、甘い匂いする、なんか酸っぱい匂いしない、甘い、とかね、酸っぱい匂いがします、酸味が強い匂いがします、これは、いよいよ実食です、実食、なんかすごいドキドキ、なんか変なドキ、はい、ちっちゃい、ちょっと、互いの回答で揃いました、じゃあ右はアリで左はナシ、アケ、3、2、1、また私このソースじゃない、そう、なんだろう、なんか日本人も大丈夫なのか分かんない、日本人的な、日本人代表になっちゃってるけど、うん、なんか甘すぎる、なんかちょっと、なんかこの単独だとあの味がないって言っていいか、そのあの しょっぱいとか甘いとかないの、これに、うん、なんかスパイシーでカレーの風味がついてるから、うん、このナゲットに、そうね、だからそれしかないじゃん、うん、だからやっぱそのそれに、あ、アクス、これでこのカレーのアクセント、なんだろう、スイカレー、スイートカレーでもっとそのカレーにする、近くするみたいな、うんうん、だってさ、そもそもだって日本のカツカレーだってこっちのカツカレーだってさ、ソースかかってないじゃん、うん、かかってないじゃん最初は、うん、でさ、それをかけて食べるからさ、一緒に食べるから、うん、あ、カツカレーみたいになるじゃん、だからこれも同じ原理的に言ったら、うん、なんか最初なんか味がついてるかと思った、こんな結構色が強いし、うん、多分カレーパウダーがついてると思うんだけど、ただそのカツカレー、なんかそのカレー、うん、カレーライスのパウダーってちゃ
ゃないと、うん、なんか普通のなんかカレーパウダー、インド人がよく使うカレーパウダーそうだよね、普通のもうそうそう、カレーカレーカレーパウダーみたいなそう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 、いやこれちょっとあるなんかね、最初に匂い嗅いだときは、匂い嗅むとうううって感じ、もう、うん、あこれ絶対つけたくない、うん、でもこれも美味しい、なんか普通のナゲッツよりなんかちょっとクリスピーで美味しい、ね、なんか感触がなんか美味しいんじゃないことが、うん、そう、あとでも日本で出してもいいじゃんそう、出してもいいと思うんだけど、うん、でも、うん、どうかな、うん、ね、分かんない、でもすごい叩かれちゃうかもしれないそうね、プライドがあるファイルがあるからカレーに日本にカツカレーポリスが出てきちゃったそう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 ね、そうはいという感じで第2ラウンド、うん、第2ラウンドチキンチキンカツカレーチキンナゲットでした、うん、ね、まあでももう一回買いたいと思う、もしうまくいったらさ買うと思う、うん、まあ同じ値段だったよね確かね、うん、同じ値段だと思うからさ、うん、こっち買うと、うん、こっち買うと思う、うん、もしそういうボーティングシステムだったら、うん、なんか言うと食感とか楽しめるから、そうそう、食感がいいから、うん、こっち食感ないもん、まああるけど、ね、まあこっちよりから、ね、そうね、うん、そうね、そうね、こっちの方がなんかいい、美味しいと思う、うん、もしあのイギリスにいる方はぜひちょっと試してみてください、チャレンジしてみてください、うん、で僕自身はこのカツカレーっていうかまあなんか、まあ、スイートカレーソースはあり、うん、あり、うん、だと思います。これだったらね。でも普通のナゲットにつけたら美味しくなかったから、ぜひあのいる方はやってみてください。はい、まあ、残念ながら多分今もそう ね、イギリスに来れないから。そうね。あとイギリス限定だからさ、食べれないんですけど、ちょっと今こんなのがイギリスにあるということをちょっと面白い、そう、逆文化みたいな。逆文化。そうそう。はい、いかがだったでしょうか。まあ、こんな感じでカレーポリス。カレーポリス。あ、カツカレーポリスしてきたんですけど。そうね、今、今日はね、このカツカレーと、うん、まあ、カツカレーフライと、カツカレーチキンナゲットと、普通のナゲットね。まあ、で、ちょっといろいろ検証したんですけど、そうね。まあ、でも、思った以上に、よかった。よかったかな。うん、なんか、もっとまずいというか、うん、そうね。なんか、これないだろうみたいな。そうね、そう結構なんかイギリス、僕はもう思ってないんだけど、昔はすごいなんかイギリスイコール食がダメみたいなのがあるけど、結構そういう人多いと思うけど、うん、多分着実にね、着実にすごい良くなってきてるから、そうね、僕今日もこれ、まあ、1400円なんだけど、ちょっと高いけど、まあ、美味しい、美味しい、普通に。そうね、うん、別になんかお店に行って、でこれ言ってきたら別に怒らないよね。まあ怒らないけどちょっと優しい感じになっちゃうけどね。それで何起こるって。そう。でナゲットもあの同じ値段だから。まあいいや。ね、別にまた頼んでもいいかなと思う。またちょっとね頼むのがあったら絶対こっち頼みます。そんな感じであのこれからもあの、うん、LGBTQ とかあとイギリス文化、はい、一応ねパートナーで。そう。とか、あとカップル関係とか紹介していきたいと思いますのでよろしくお願いします。あとチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。あと SNS のフォローとかもお願いします。お願いします。それではまた次回でバイバイ。警察終了警察終了